井口優香だよ。ということで今日もみんなでチェーンクロやってみよう新小田さんでですすお疲れ様どどうもどうももということでですね、はい、何回かプレイしてきまして、はい、チェーンクロニクルの魅力も、はい、もうだいぶ分かってきてたまらなく面白いですこれは。ということでここで一つ番組からの提案でございます。はい、おっとき せっかく番組をやらせていただいてるので、ええ、しかも私一人で。やっておりますので、<laughs> はい、あの。番組独自のクエストとか、キャラクターを作って。チェンクロの中に登場させるっていうのは、いかがかなーと。なる,なるほど、なるほど。いかがかなーと。もちろんお断りします。なんでよー。なんでよー。ちょっと仲良くなったじゃないですか。だめ。わかりました。そこまでおっしゃるなら。やった。えー 優しいいでですねととうこコラボですねコラボをしていきたいんですけども今までもいろいろやってきたということで既存のアニメ作品「魔王優であるとか「ログホライズン」であるとかそういった作品のコラボもやってきましたしメディアファクトリーさんとコラボして平坂よみ先生あのはがないのご縁がありましね平坂よみ先生の書き下ろしのキャラとかストーリーとか。 出させていただいたりとかですねーーいいですねそうやって作家さんにこうまたストーリー、はい、チェンクロの舞台を使って新しいストーリーを表現していただくみたいなこともやってますしうん、うん、あとはまあ声優ユニットのトレフルさんにですねこの本当に文化放送のラジオの番組のきっかけにですねコラボさせていただいてそのトレフルさんの、えーえー、イメージされたオリジナルキャラクターを、うん、あの出させていただいたりいろいろ、ね、やっております。いいすね、はい やっぱりこうさっきみたいにこうストーリーが大事になってきたり、はい、キャラクターが大事になってきたりそうですねまあそうするとやっぱキャラクターが出来上がったらキャラクターが大事になって声優さんはいが大事になったりとかすると思うんですけどさようでございます、はい、まああのこれ私がすべて考えさせていただいてほうほうまあ声優さんも一緒に考えるっていうのも手ですけどほうまあ私の仕事がねし声優なんでねあそうでしたっはおいただのゲームやりに来て女じゃないよ <laughs> <laughs> 私が提案して、私がこう、キャラを演じるっていうことも、全然あの。可能なの。でなんと、そんなマッチポンプ的な。はい。はい。一人、一人役。そうです、そうです。素晴らしいじゃないですか。はい。ラフな感じではあるんですけれども。キャラ帰ってきたの。おお。早速、見ていただいた方がいい。はい。では、早速。見ていただきましょう。ドン。サラリーマン。太郎。どうですか。 強そうなかったことにしているになんでよ<の>なんでですかえダメ確かにあのサラリーマンはいなかったと思うんですけど <laughs> だからこそ空いている枠を狙ってみた今まで何回この番組やってきたんですか今日で四回目ですシェインクロニクルは王道ファンタジー RPG なんです、はい、じゃあ、ま、マントつけましょう <laughs> <laughs> ただの怪しい親父になっちゃうじゃないですかそれは <laughs> <laughs> ダメですか違いますか残業やりますともまあ、頼もしいですけど頼もしい。し。言葉は力強いですけど違いますかちょっとサラリーマンは、ね、困りますね大丈夫ですまだありますおそれはじゃあどんどん見せてください花粉ちゃん <laughs> ちょっと時期はずれましたけれども春あと秋にみんなを苦しませる花粉ちゃん <laughs> そうですねこの天体が花粉ってことでそうですこれ花粉飛んでますあと花粉を擬人化させたやつも飛んでて いあの戦いの時にあの必殺技で花粉ちゃんの花粉から出てくるこのちっちゃい人間みたいなのがボン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 職業は魔法使い魔法で花粉を飛ばし続けるよええー、みんなぐじゅぐじゅになっちゃえなんて旗迷惑な <laughs> だからこうやって引いてちょっと 弱ってる人も鼻水で戦えないぐらい。そうです、前が見えない、涙が涙が目が痒い。あまあそうです、暗闇っていう状態になりますか。それに近い形になるみたいな。おおいいじゃないですか。なるほどなるほど。えっとそうだな、名前は花粉ちゃんだし、魔法使いだし、そうだな、お花の国からやってきた。やっぱりなかったことにしている。どうやるですか。この話。違うか。じゃあもう一個。まだあるんですか。はい、まだあります。これ。はいはい。最後に猫。 か犬 <laughs> どうですかまあそれどっちでもいいんですけどかわいい癒し系立つ乗る<に>強い猫が馬に乗るんですかそうですあのー、必殺技になると馬に乗ってすごい速さで切りに行く <laughs> 戦士です <laughs> 戦士騎士に行ましょう一流声優の井口さんにそこまで文字とかね、はいはい、絵を書いていただいて申し訳ないんですけど、はい 無理ですなあ無理バッサリそんな何がダメでした猫でしょう。はいねねねああま猫っぽいキャラはいますよそうですよねはい伺いましたログホライズンでもねニャンタさんといただいたり弊社の大先輩の中田ジョージさんが中田ジョージさんが素晴らしいはいついになりますよ私が先輩に怒られませんそうですねちょっとどが過ぎましたかダメかまあ可愛いですけどね ぜひじゃああの私します。これ渡せ。ぜひ。会議にあの必要でしたら私説明しに行きますので。はい。ということでまあまだ行かなそうなんですけれども、まあ次までにまた何かしらいいコラボレーションができそうであれば私考えてまいりますので。わかりました。その際にはまたお付き合いください。はい。わかりました。えはいドキドキしながら。可愛い。花粉ちゃんだよ。ぐじぐじになっちゃえ。 <laughs> 上の高音で言われても困りますけどねかないかいやでも花粉この中ではまあ一番花粉ちゃんが一番飛ばすやった魔法少女的な感じですよねあちなみに職業サラリーマンの職業ははい <laughs> サラリーマンの職業あるんですねうんと何の残業してるんですかねこの人は。 えっとそうだな年度末とかはやっぱり領収書とか <laughs> 会計 <laughs> えっと職業何かなうん癒やしではないと思うんだがなーうーん騎士騎士騎士ですそうだだって攻めるし守ります縦でなるほどねこうやって企業選手的な感じそうですそうですどうですかあちょっと興味湧いてきました そうですね、1ミリぐらいは。1ミリ。かすかだな。なるほど、難しい。まあ、メガネキャラはいますよ。すごいピンポイントじゃない、七三キャラはいますか、七三キャラ。キャラは。多分いなかったと思います。ねじゃ、あの一部でもいいんで、取り入れてください。七三。ネクタイ。ネクタイっぽい感じは出せる。います。はい、出せます。ぜひじゃ、あの、全部ミックスすることも全然可能なんで。 あ花粉ちゃんとはい猫と <laughs> もしくは犬と残業サラリーマン <laughs> 何か,何だか <laughs> ごっちゃごっちゃ、まあ、何が何だか分からなくなっちゃうと今後も頑張って私コラボできるように頑張っていきたいと思いますそうですねぜひとも期待はいリベンジ期待しております